1954年、ビキニ水爆実験。その放射能調査を行い、汚染の事実を突き止めた女性科学者がいました。猿橋勝子。彼女を形容する言葉は、女性科学者のパイオニア。日本を代表する科学者として、核兵器の恐ろしさを世界に訴え続け、また私財を投じて後進の育成にも力を注ぎました。しかし彼女の科学者人生は困難の連続でした。勝子が科学者を目指した昭和初期、女子が理系の道を選ぶことすら困難な時代でした。また戦争に翻弄された研究活動、戦後研究成果に対する根拠のない批判、それでも女性科学者として時代に立ち向かい続けました。女性が一人の人間として能力の限りを発揮して働くことのできる環境にしなくてはならない。そのような基本的条件の下でこそ人間が進歩し、科学にも正しい発展が期待され、そこに科学者の存在の意義がある。科学的根拠をもとに世界平和を訴え続け、日本の女性科学者を取り巻く環境を変えた猿橋勝子の物語です。幼少期の勝子は引っ込み思案で甘えん坊、ただ一人の兄弟兄とは9つも離れており、家族の愛を一身に受けて育ちます。